キャンパイ。こんにちは、ケンイチです。宮本です。本日の企画は何でしょうか。今回の企画はまたみっちゃん呼んで、はい、板前ナイトでございます。楽しみですね。楽しみですね。何作ってくれるんですかね。とりあえずコカレロを持ってきてるから俺らボンバーマンでね、ボンボンやってて、うん、で、みっちゃんにもね、たまに飲んでもらいつつ、そうですね、最後は日本酒で締めていきたいと思いますよ。いいですね。はい、まあ雨だけどね、うん、その幕の中で楽しめる遊びっていうものをやっていきたいと思います。うんうん、行きましょう。はい、雰囲気が最高ですね。いいですね。雨もね、撤収と設営と撤収だけ、ああそうだね、濡れなければ最高だもんね。うん、雨音がまたいいんだよね。最高かよ大和さん。はい、何してるんですか。倒木、道にあったんですごい、バタフライソーで切ってますよ。細いけど、大きいね。大きいっすね。ちょっと次の人のためにもここから切っときましょう。はい、みっちゃんのためにも。みっちゃんのためにも頑張れ頑張れ。ちっちゃいから ねストロークがないですし。倒木が根からいっちゃってますよ。うん、準備していきましょうか。はい、はーい、はい、どうした？いいんじゃないかな。はい、大きいね。大きいですよ。大きいです。全然できてないけど。
疲れ様です。お疲れ様です。怒ってますね。怒ってますね。怒ってるよ。一杯やりましょう。じゃあちょっと乾杯ビールをやりますか。駆けつけ一杯飲もう。やりましょう。富士山でしょ。富士山。名前がいい。名前がいい。潔い。めっちゃいい。じゃあ、富士山、お疲れ様です。お疲れ様です。ケンチバージョン。これすごいよね。すごい。かわいい。そう、最初全然気づかなくて、うん、あ、そうなの。よく見たら自分だった。やばい。ありがとうございます。ケンチバージョンとヤマトバージョンがあるんだけど、うん、そう、ここだけだと思ってたらよく見たらここの伊豆主とか、ここも変わってたりして、ヤマト作ってくれる。細かいっすね。やりましょう。ありがとうございます。じゃあせっかくなんで清掃に着替えましょうか。じゃあやりましょう。じゃあ、せーの、よっしゃ、着替え。おお、かっこいい。かっこいい。かっこいい。やりましょうか。かっこいいです。やりましょう。 3P ですね、今日は。 3P です。 3P くらいの3P。 これは爆弾をめちゃくちゃ置きたい。早く死んで外から爆弾投げる人です。もう角の道が立つ。逃げ切らない。一発から。じゃあ、いただきます。翼を閉じて。よいしょ。あらやだ。口だね。あらやだ。もう、さすがにも盛り上がりますよね。じゃあ、みっちゃん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、キャンプ。よろしくお願いします。お願いします。まずは何を作っていくんですか、先生。今日はね、天ぷらいっちゃおうかなと思ってます。あら、やだやだ。まずアスパラだね。ナス、ナス、マイタケ、はい、いいっすね。ミョウガみんな好きだから。ミョウガ大好き。で、モロコシ、モロコシ。ありがとうございます。ありがとうございます。今旬はどれになるんですか？旬はね、アスパラ、ナス、モロコシかな。乾杯。ちょっと僕も小さいっすか。酔っ払っちゃうからね。小さいいな。あと長ネギね。わお。動物性のところでいくとホタテね。わお。わお。桜エビ。桜エビ。これちょっとかき揚げにしていくから。あ、いいですね。あ、そう。あとチアユ。チアユ？アユの子供だね。うん。天ぷらにするのか。そう、美味しいんだわこれが。わお。これがキスとアナゴ。にゃー、業務用ですね。仕込んできましたね、これは。これ仕込んできたから、これ。うわー、嬉しい。みっちゃん、今何やってるんですか？これは、キスの水気を取ってる。いいですね。市場で買ってきたんだけど。キスって今が旬ですか？そう、夏の今が旬。それは？これ、アナゴ。磯野くん。まあ、下手下手。めちゃくちゃ下手だから。この大きさだと、メソッコっていうんですね。メソッコ？うん。ちっちゃいあの、メソッコ。ちょっと盛り上がってきちゃうからね、山田さん。一発、ちょっと。はい。これも飲みたいな。
みーちゃんもやる？うん、珍しい。手元狂うから、うん、気をつけてくださいよ。今日は大丈夫。じゃあ先生のも。うっす。うっす。ボンバーマンに。ボンバー、乾杯。これは何やってるんですか？今昆布だしを取ったんで、はい、これで鰹節を入れて鰹だしを引く。まさかこれは天ぷらの天つゆだね。天つゆって作るもんだったんだ。むしろ俺はもう天つゆって買うものって感じだもんね。マジっすか？あんな安く買えるのに、うん、それ以上の天つゆがみっちゃんのコカレロの回し物具合がすごい。マオ、最初にカツオがあるんですね。あ、そんだけなんだ。そうそうそう、一番だしは。あ、それが一番だしなんだ。そう、最高品質。和食の料理人です。西海岸で寿司握ってる人みたいな。カリフォルニアロール。カリフォルニアロールやっちゃう。職業なんだよ。俺ユーチューバーだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。みっちゃん、これで完成なんですか？これが基本の生出汁ってやつ。センチュリースープ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 知ってる？知らない。何？知らない。あ、じゃあ、バツですね。バツだね。コカレロ飲んでもらってください。はい。何センチュリーする？今ちょっと、まあ、ヤマトの罰は後にして、これはこのセンチュリースープには何を入れるんですか？ここに濃い口とみりん、あの天ぷらのつゆ、ね、砂糖とか入れなくて、あの甘みになるんですか？うん、みりんだけ。砂糖は入れない。みりんで。楽しみだな。どう、ちょっとヤマト君、罰ゲーム終わってからで、ね、よろしいでしょうか？いや、そうなんですよ。こんなことばっかやってるからね、進まないんだよね。それが楽しいんだよ。そうそうそう。まあ、多分のご褒美。いただきます。またのなおご褒美。天出しを。天出しって言うんですね。そう。なんで天出しねえんですか？天ぷらの出汁つゆだから天出し。麺つゆって言ったら東白なんと思うな。麺つゆだって麺食べるやつだよね。あ、そっかそっか。うん、あの、そばの出汁、うん、天ぷらを食べるやつだから天出し。ちょっと概念が違うね。これはみりん。これみりん。これは大さじ。出汁4のみりん1の濃い口1で今日は作ろうかなと思ってますよ。これ結構ね、あの、人によって違う割合だね。楽しみだね。わー。清水入れないですか？清水入れないね。清水入れるのは煮物とかかな。清水で通っちゃってる。で、これで一煮立ちしてアルコールと醤油臭さを飛ばすと。なるほど。じゃあその間にコカレロを飲む。飲んじゃおう。みっちゃんめちゃくちゃいい匂いしてますね。俺の大衆。そう、みっちゃんも酒臭いからね。みっちゃんすぐ酒臭くなるもん、うん、新潟の夜すげえ酒臭い。そうそう。新潟歩いてるだけで多分職質されますからね。そんなに。おめえ酒臭いなーつって。マジ、うん。僕らこの前ね、健康診断行ってきてね。ね。ちょっとだけガンマが高くね。気をつけろよっていう。そうそうそう。ちょっと気をつけろよって黄色信号がね。そうそうそう。だからね、せっかくだからこの青信号で。みんなで。そういうこと？そういうこと。そういうこと。それで今日コカレロなんだ。みんなで渡れば怖くないね。よし、行きましょう。いやー、盛り上がってきましたね。あ、そう。いいんですか？じゃあ。キャンパイ、キャンパイ、キャンプに乾杯。あーが
スリン入ったわ今日はあの天ぷらがメインなんで、はい、まず油を温めてあのそれぞれを仕込んでいこうと思います。はい、まず油を見たこともねえぞこれ。ちょっとこのぐらいの今日は太白ごま油。ごま油で揚げるんですか。太白ごま油ってごま油のあのすごいいい香りあるでしょ、うん、あれがしないんだけど、はい、油切れがめちゃくちゃ良くて天ぷらにめちゃくちゃ相性がいい。キレッキレなんですね。そうキレッキレ。なるほど。これ初めて聞いたね。ちなみにあのサラダ油の5、6倍の値段するやつ。乾杯。飲んでる。香りたい香りたい。あ、ほんとだ。ごま油のそれではないですね。そう。ほんと、え、全然ごま油。もうあの、ちょっとうろ覚えだけど、多分、確か、めちゃくちゃこう磨いたごまを油にしてるんだよね、確か。純米大吟醸みたいに。そう。だからごまの香りがあんまりしない。はい、ただごま油の特徴を生かしてる。へえ。あ、色もサラダ油みたいな色してる。そう。磨くとこうなるんだね。ごま油も確か磨いてるんだと思うんだよね。サラダ油の5倍。5、6倍するね。5、6倍。迷ったもん俺、サラダ油にしようかなと思ってたんだけど、いやでもせっかくみんなで食べるし、こっちで行くか。入れるね。ケチらないとこ大好き。ちょっとごま油を入れることで、はい、深みが出る。なに、取ってます。あ、色が違う、本当に。全然違うでしょ。これでね。なるほど。もう、だいぶ違う。ああ、揚げ油のこと気にしたことないもんね。揚げ油のことなんかね。これはやばい。乾杯しすっか。しましょう。チェイサー、うん、いや、コカレロちゃう。コカレロですよ。じゃあ、ください。山本さん。あたすん。じゃあ、みっちゃん。チェイサーで。乾杯。乾杯。いや、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おお。これだけボコボコ言わないじゃん。じゃあ天ぷらの仕込みをしていきましょう。お願いします。アスパラからいこうかな。アスパラはね、これ、切るより折る方が正しいと俺は思ってる。んなんで硬いところと柔らかいところがあって、こう境目が、うん、こうやって折ると柔らかいところと硬いところの境目でちょうど切れる。勝手に切れるんだ。そう。だからこんなに違うの。硬いところはどうするんですか。硬いところはもう硬いから食べない。へー。で、アスパラは下の方硬いから、うん、皮を。そんな風に包丁を使う変態初めて見ました。ピーラーだもんね、うん、僕らは。ね。ピーラーね、ピーラー嫌いなのよ俺。なんで？なんか。包丁でできるじゃんと思って。確かに。ピーラーはピーラーですごい便利なんだよね。みっちゃんはね、ごぼうの唐揚げとか作るときはピーラーじゃないのよ。こうやって皮を切っていくと、すべてが美味しく食べれるわけですよ。なるほど。落ちてくゴミのとこが、ま、同じってのすごくない？ね、すごいね。うちでとっちらかっちゃうもんね。うん。これやったら、うん、これ一緒にしないとさ、あの段取りが悪くなっちゃうからね。この薄さも自分の中で決めて。これは普通にあの皮が剥ける。皮は意外と厚いからさ。やばい。ずるい。俺にもくれよ。よいしょ。次は。次舞茸。これ大好き。今日舞茸の天ぷらって俺一番好きかもしれない。美味しいよね。舞茸もまあ、椎茸までいかないけど香りだったり味すごいあるもん、ね。うんうん、あ、じゃあ舞茸の名前の由来は、うん、大和くん食べたら踊り崩るから。惜しいね。違う。惜しい。おいいね。舞う見つけると舞うほど嬉しいから舞茸なんだね。わー、
松茸よりも好きっていう人多いね。マオ、うん、マオ、今日はマオ、コカレロ入れてもらってもよろしいでしょうか、山田さん。マオ、あ、じゃあ次は俺もいただいていいですか。ダメですよ。うん、嬉しいですよね。嬉しいんだよ、それが、ね、ああいうなんか僕らは視聴者さんに支えられてるから、本当に応援してくれる人たちはね、ありがたい。そうだね、以外の何者でもないですよね。ね、嬉しすぎて、うん、その嬉しさを今日は飲み込むんで。何で？僕と山田君、コカレロですよ。これからガンガン攻めますよ。よろしくお願いします。乾杯。あれだけ音しねえし。いやー、盛り上がってきましたね。ナス行こうか、ナス。そう切るんだ、そう切るんだ。そうすると、おかっぱみたいな。あ、すごい。ね、かわいいでしょ。切れた。あ、半分。うわ、エッチな回ししたり。見ました。こうすると同じ形になるんですね。すごい。見た目もいいし、厚さが一緒になるから火の通り方が一緒になる。みっちゃん職業何でしたっけ。え、 YouTuber だよ。忘れないで。最高かよ。素敵。すごい。こんな感じね。こんな感じで。仰げそうだもん、それで。ね。壁を。じゃあ次はみんな大好きみょうがを天ぷらにしていきましょう。僕が一番好きですよ。長い。長いですね、これ。何？成長してたの。そうそう。これね、みょうがって本当こ下に茎があって、うん、この茎は茎で別で売られてるんだよね。スーパーじゃあんま見たことないかな。みょうがはみょうが別であって、うん、刻み用で料理屋さんで使ったりするよね。根の方もみょうがの味するんですか。そう、するするする。ただ香りはやっぱこっちの方が強いね、つぼみの方が。みょうがは、え、おおおお、これで火の通りを均等にする。トランプマンだった。実はね、すごいな。めっちゃ器用ですね。そんなことないっすね。これ見てるだけで飲めるわ。飲める飲める飲める。乾杯しょ。乾杯。ちょ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 。はい。いやー、みょうがの香り広がってきたね。広がったね。いいみょうがだ。次は長ネギ行きましょうか。はーい。頭取って、お、軸取って、尻尾取って。長ネギはね、あんまり天ぷらにする人いないんだけどね。初めて聞いた、うん、ね。俺個人的に好きなんだ。おお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 、ぷよぷよで言ったらもうとんでもない連鎖してますよね、まあ。うん、してますよ。これで、はい、逆にして。おお、これ俺インスタのリールで見たことある。これ、あれでしょ、あれになっちゃうでしょ、これ網。へぇ、こうすると染み込むんだ。ちゃんと上がる。こっからです、こっからですよ、天使さん。え、こうすると、うん、噛んだ時にめちゃくちゃ柔らかいわけですよ。それでネギの甘みを最大限に引き出してくれる。で、もろこし、もろこしね、旬だからかき揚げにしていこうかと。うん、かき揚げ、うん、いいっすね。あら、そんなに無感といて。ずる向けだよ。はい、じゃあもろこしいきますよね。はい、ちょっといた、はい、いた。もろこしはかき揚げにするから、これを剥いてバラします。ええー、もろこしのかつらむきっすか。そうそうそう。
めっちゃ散らばるけどね。おーおーおお。初めて見た。へえ。生ですもんね、まだ。これまあ生だね。すげえ。これカツラミクにする理由とかっていうのはあるんですか？まあ単純にバラすのが面倒くさいからね。包丁だったら全然早いから。あのもろこしってほら芯があるでしょう。うん。一粒一粒に。うん、あそこも。あそこ硬いからさ、包丁でやった方が早いよね。かっこいい。わあ、あ、もうあっという間に。恥ずかしい。恥ずかしいです。これをかき揚げにしていく。じゃあこれをちょっと粉打つからね。みんな知らないと思うけど、このかっこいい白に移しますか。かっこいいなあ。かっこいいっすね。かっこいいっしょ。一押しなんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな。セールスマーケティングめちゃくちゃ下手セールスめっちゃ下手次は大葉がねすごい仕込みが難しいんですよ、うん、そうだね、めっちゃ難しいからな大葉、うん、ちょっとドキドキするんだけど成功したわうわ今日は成功した繊細だな、うん、めっちゃ成功したわ、ね、じゃあ罰ゲームでコカレロ飲んでもらってもいいですかね届いていいですかいっちゃん罰ゲームですね。でも仕込み終わった？もう包丁するの終わったかな？本当？うん。じゃあ飲める。罰ゲーム辛いな。飲みましょう今日は。せますか。嫌なこと全部忘れよ。うん。忘れよ。いやーこれは罰だな。つらいわこの罰はつらいじゃあ罰ゲームいただきます乾杯つれー天ぷら粉は、うん、グルテンを発生させちゃいけないのグルテンなんだグルテンってグルテンって小麦粉に含まれてる、うん、はい水と結合する繊維みたいな感じなんだけどパンとか作るときはグルテンを発生させるとふわふわになる、うんはいはいはい、繊維みたいになってるじゃんパンってこう裂くとあれがグルテンなんだけど天ぷらはそれを発生させるとボテッとしちゃうから美味しくなくなっちゃうなるほど、うん、でそのグルテンを発生させないようにするには低い温度の方がいいんだよねだから冷やしとくそうだから冷水に卵を混ぜてわお。玉水っていう卵水を。玉水。ちょっと昔から言葉ですか。そうだね。玉水。へえ。卵水って書いて玉水っていう。間違いない。間違いないですね。あ、そう。これでタンパク質多めな。お水が出たんだこれが天ぷらの源だねへこの泡が出てるのがあの白身が水と混ざってる、うん、メレンゲル白濁してるわけですねそうっすあ、そうっすで怖い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 これ本当は取った方がいいんだけどまあ今はねキャンプだからこれやったけどキャンプですよ取った方が理由っていうのはあのふわふわしちゃうんだよね泡があるとちょっと待って箸が何あのあ作ってるんですねあれをこの本当はねミキサーみたいないやミキサーじゃないんだよね天ぷらって本当は太い天ぷら用の箸があるの、はい、あの普通の箸の3倍から5倍ぐらいの太さの箸があるんだけど、はい、それは持ってないから、うん面積を広くしてあのグルテンを発生しづらくするようになるほどじゃあなんで出さないですか 1.5 倍のえ 1.5 倍のやつこれだと太すぎてボールに入んないよね 1.5 倍ってまあまあちっちゃいでしょ卵水を作って小麦粉を入れてくる本当はねふるいにかけた方がいいんだけどうんキャンプだからねまあねキャンプだからねキャンプでそうですよねそうキャンプですよね結構叩くようにして水と混ぜるっていうよりは水の中に沈めるみたいなイメージ、完全にこれ溶かす必要はないですね、うん、
そこで混ぜちゃうとグルテンが発生しちゃうから、ボテッとしちゃう。やめてください。結構入れるんですね、小麦粉。ね、水と大体同割ぐらいだね。目安的には。ただ揚げる素材によって硬さは変えるんで。あ、なるほど。薄い方が美味しい素材は薄くするし、薄いと何ミリぐらい？ 0.001 ミリぐらいかな。岡本超え、岡本超えだ。超えてくるね。超えてくるね。このね、衣を作るのが難しいんだよ。なるほど。天ぷらはもう衣と油の温度で全てが決まるから。家で作っても美味しくないんですよね、なかなか。あー、分かる分かる、ね、天ぷらそうかもね。見せてくると思うんだけどね。こんな素材かっこよく作ったのにここじゃないんですね。ここなんです。こことここなんですね。もちろん素材の美味しさっていうのはあるけどね。うん、もうそれは大前提として、より感動させるかさせないかはこっちに決まってくると。そう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 。いい感じだね。おー、今何度？今175度。すごい。じゃあネギからいく？お願いします。じゃあわらにしたネギ、わらにしたネギをくぐらせて、この動きを見て温度が分かるんですね。そうそう、どうすればいいか。うわっち！ごめん。わざとでしょ。ちょっと気持ちいい。ごほうび。わー、まさか。ネギはね、塩だな。塩で。いやー、いいっすね。どこの塩っすか。博多の塩。何も初めて。そしてこのごま油の、最後に入れたごま油、香りますね。香るでしょ。これがね、いいアクセントになるんですよ。どうですか、そのコカレロの舞茸。これいいね。舞茸あった方が、ね、落ち着くんだよね。いじる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 ね。ネギをね、ちょっと長めに揚げる方が美味しいよね。甘みが出るんですか。今そのちょこちょこ触ってる時に何をしたの？衣の上がり具合。あ、衣の上がり具合とネギの上がり具合がちょっと違うからね。これはね、絶対塩の方が欲しいから最初は。やっぱ時間に全部揃ってだと。そう、天ぷらはね、やっぱ揚げたてが美味しいですよ。だから、もう美味しいうちに食べていただきたいなと。じゃあいただきます。このまま、このままいっちゃってください。めちゃくちゃでかい。あ、めっちゃ柔らかい。ネギの甘みとろけるでしょ。これがね、ネギの美味しさなんですわ。ケイサマとした。うまい。はい、はい、あ、いただきます。どのタイトルチリーズか。お酢行きましょうか。うまいっすね。乾杯。いただきます。次何？次何？じゃあ、ナス行く。ナス行きたい。はい、ナス行きたいです。ナスはね、油との相性がめっちゃいいんでね。天ぷらに。本当にナス。おう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 。ドンキーコング。どこ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 、ドンキーコング要素。バナナっぽくなってる。確かに。この包丁したことで、厚みが均等になってるから、火が通りやすい。うわ、別の一品とひっくり返すのがナスの天ぷら肝なんですよ。繰り返すのがナスって皮が
ツルツルしてるでしょ、うん、だからあの衣が落ちやすいから下にすると衣が落ちて、均等に衣がつくんだよ、うん、逆にそうだ、本当だ、本当だ、滑っていくんだ。そうなんですよ。ナスは出汁があるから、はい、さっき作った天つゆで天だしに食べていただこうかな。うわ、食欲が爆発してます今。これあの天だしたのおろしと生姜つけるじゃない？うん。ただ俺は揚げたてはそういうなんか余計なのいらないかなっていう。ふうに思うから、うんうんうん、もうこのまま行っていただいていいんですか、うん、もうちょっとね、うわ、美味しい油を吸ったナスが、ナスって油吸うと異常にうまいですもんね。ナスと油はめちゃくちゃ相性がいいからね。ちょっと余裕がめちゃくちゃ晴れてきた、めちゃくちゃ今日太るわ俺ね。でもでもカボム入れてもらってもいいですかね。嘘でしょここでここで行く。これでいい感じでナスの色も、うわー、これ今これが75度、175度、これ今180ぐらいかな。へえ。でこの油の近くでこういう風にやると、うん、温度が高いまんまだから油が落ちやすい。なるほど。そうするとさっくり上がる。すぐこういう風に移しちゃうとここで油が停滞しちゃうから、うん、ベトついちゃう。そんな技もエッチですね。じゃあこれはあの天出しで食べていただければ幸いです、はい、いただきましょう。じゃあいただきます。はい、じゃあいただくよ。お先にいっちゃってください。つけちゃっていいんですか。いいよいいよ、もう食べ方は自由です。いただきます。すげえ柔らけ。いただきます、うん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 、あ、うまい、めっちゃうまい、うまいっしょ、めちゃめちゃうまいじゃん、うん、最高。震えないですか？ナスじゃ震えない、ナスじゃ震えない、この後震えるかもしれない、うん、うん、いや、みっちゃん最高です。うまっ。おおおお、振ったね。これでね、余分の衣を取って生姜の良さを出すと。おおおおお、花咲いてきた生姜の。いやこれはって言われちゃう。飲みたいね。飲みますか。飲みましょうか。一応これ食ったら一発ね。はい、行きましょう。いや、それに合わせて天ぷらをやりますよ。いい音してきたね。いい音とこの泡が教えてくれるわけです、うん、食材と会話してるんですね。食材と会話するの大事なの。同じ食材でも違う時あるからね。火の入り具合とか。そっか、産地だったり。そうそう、水分量だったりね。うんうん。エプロンで拭いてください。100グラムで。もちろん。言われる前に拭いてそう。あくまでも天ぷらは食材を楽しむためにある。お塩じゃあ先生。じゃあお塩、お塩。腹が減り続けてるんですけれども、まずはじゃあ。お塩で、お塩でいっちゃっていただいて、まだあるからね。いただきます。じゃあ、みょうが、うん、つゆでいってみましょう。いただきます。うん、うん、うん、イエーイ。じゃあ、お塩、お塩でいこうかな。あちゃあちゃあちゃ、生きてるね。生きてる。うん、うん、めんつゆもつけて。素材や、はい、やってる。よいしょ。
こんなに美味しい天ぷら食べていいですか。めちゃくちゃうまいじゃん。しかも外だぜ。雨も止んで。雨も止んで。アユ行きましょうか。おーおーおー、アユの天ぷら、チアユ。チアユ。いやこの琵琶湖養殖なんだけど。はい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 。これがね、あの丸揚げだから。もっといっぱい行きましょう。もっともっといっぱい行きましょうよ。じゃあ一人でも行っちゃうか。行きましょう。どうします。他はボンボンにする。どうする。日本酒にしましょうか。アユは日本酒合うよ。任せてください。じゃあ準備だけ。揚げたら僕準備いきますね。はい、お願いします。それまで見てます。じゃあ鮎の丸揚げいっちゃいますよ。お願いします。今温度いくつですか。今170度。2ヶ月ぐらい前に、うん、俺も自分でやって食ったんだけど、めちゃくちゃうまかった。ちょっと日本酒取ってきます。お願いします。責任重大よ。はい、こけるなよ。 OK。 音だね。泡、うん、泡が、うん、少なくなってきたら火は入ってるんだよね、うん、あとはもう衣の加減を見て、いい感じのところで揚げると。これはそう、これは飛べるよ。飛ぶぞ。飛ぶよ。いただきます。ちょっとこれ食べるときは心して食べて、はい、気持ちを倒れるかもしれない。するんですね、うん、しっかり来るでしょ、ああいうの、うん、うん、よっしゃ。何すか。おね超えて、おね超えちゃう。おねこ、おに違う、おねこだよね。おねこだよね。おね超えてです。おね超えて。これ視聴者さんからいただいて、愛媛のお酒。うーん、ありがとうございます。おっとおね超えた。今おねですよ。おね超えた。それいきます。はい。おお、ようやくできました。何ですか。なんと、特級呪物。ありがとうね。いただきます。みっちゃんがいなきゃ俺らは今頃何をし、油の塊くさくってるね。何をし、おおおおおお、行くじゃん。しゃいよー。じゃあ現地乾杯。おお、ちょ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 。みっちゃん、今日もありがとうございます。とんでもない、ありがとうございます。乾杯。乾杯。おっとっと。いいね。力強い。力強い。力強いね。力強いけど飲みやすい。うん、いい。うまいな。うまい酒に、うまい飯。天ぷらうまいね。うん、揚げてる人がうまいから。あ、優しい。やりましょう。とことん。いっす。いっすいっすいっす。気づいてた。ありがとうございます。みっちゃん、今日もありがとうございます。それで飲むもんじゃないからね。それで飲むもんじゃないからね。鳴らすな。え、次はね、白ギスいきましょう。ギスの天ぷら、これハイライトじゃないですよね、まだ。
あの、なんだろう、起きてらんないですよ。中間のやつ、中間メイン欲しいでしょ。そう、このまま行ったら起きてらんない。中ボスってことっすか。中ボス行こう。起きてらんないっすよね。起きてらんないっす。キスはマジでうまいからね。おーおー、あーこれ今75、180ぐらいありますね。180度ぐらいあるね。いくよ。あ、あら、捨てつつ、あんや、かっこいい。素敵。ありがとうございます。すごく素敵ですね。いただきます。すだちの香りをつけて、はい、塩でいただくのが美味しいかと思われますよ。すだちのお塩。すだち塩です。すだち塩。もうその名前だけでもお酒飲みますね。いけるでしょう。すだち塩。いただきます。やらしてください。よいしょよいしょよいしょ。キャンプアイ。キャンプアイ。キャンプアイ。飲み方。飲み方違うからな、お前ら。日本酒だよ。うめぇ。あの、キャーンさん食べたいんですよね。えキャーン。キャーン、はい。キャーンとはキャーン、キャーン、キャーン、キャーン。あ、キャーン、キャーン行きたい。キャーン、ちょっと。じゃあ、キャーン行きたい。え、でも。ちなみに、キャーンは、かき揚げなんで、難易度、一番高いって言われてます。かき揚げが一番難易度が高いって言われてるんで、すけど、僕は難易、かき揚げが一番得意。衣がね、ボテッとしやすいんだよね。そこをボテッとさせないようにするのが難しい。こう結局混ぜないといけないじゃない。そうするとあのグルテンが発生しやすい。お、優しい。そういうことなんだ。何を意識して入れたんですか。空気をね入れるようにしてる。ただ入れるだけじゃないんだ。衣を一つ一つに衣をつけるようなイメージで。だけど飛ばさないと。今ブスブスやってるのは、間に油の通り道を切って。でも崩さないよね。そうそうそう。崩したらかき揚げじゃないと。うん、いいよ、いい感じよ。俺あのトウモロコシのかき揚げ多分俺も一番好き。いや俺一番世界中で一番好き。俺が一番好き。じゃんけんしよう。うん、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。俺じゃない。嘘。じゃあ一番好きです。いただきます。じゃあこれは何もつけなくてもうお塩が塩振ったんで。じゃあこれで。あ、いきます。うわ、めっちゃうまいじゃん。こんなに食感残るんですね。正直、今日一じゃないこれ。おっちゃんのキャンパイ県民。キャンパイ県民。キャンパイ県民って店ありそうです。あー、うまい。おね、超えましたね、こっちこっち。全然超えてないから。ありがとうございます。